こんにちは、荒木和弘です令和3年8月16日、えー、月曜日のショートメッセージをお送りします、えー、今日でこのショートメッセージ500回になりました、えー、この間ずっとご覧いただいてた皆さん本当にありがとうございます、えー、まさかこんな続けるということになるとはちょっともう最初全く思わなかったんですね、まあ、ともかくまあやってみようかということで、えー、始めて、えー、まあでも毎日やってれば 当然、回数は重なるもので500回ということになりました、まあ、あのだからどうということはなくてこれから先もともかく当分の間は続けていくつもりです、まあ、その間、いろいろです、ね、やってみていろんなことが分かりましたあの例えば音声ですね、えー、この間もちょっとあの音声が小さいというご指摘があったんですけども これ実はあのその時だけパソコンで撮ったんですね、今、これ、スマホ、通常スマホで撮るんですけども、撮ってですね、でえー、音が小さいということで、まあ、マイクをですね、いろいろ変えてみたりとか、まああの、マイクくださった方もおられるし、いろいろご指摘もいただいたり、発声練習してみたり、まあいろんなことでやったんですけども、で結果的に、はと気がついたのは、あの 動画の編集ソフトを使ってですね、音を大きくすればいいだけの話、えー、だったんですね、えー。ということでですね、まあ、あの試行錯誤の連続ですけども、まあ、でもなんとか、あのー、できてますので、これから先もいろんな形で情報発信をしていきたいと思います。まあ、あの引き続きよろしくお願いいたします。で、えっ、ー、とー、まあ、一つ、あのー、宣伝がてらなんですが、今度、あのー、小説が刊行されます。 でこれはあの月刊正論に載ったあの寒い国から来たスパイ、えー、というあの連載された小説をですね、えー、まあ若干直して、えー、で本にしたものです、でまああの下旬ぐらいにはあ変えるんじゃないかと思うんですね。でこれはあの いわゆるオンデマンド出版です。で、後であとで電子書籍も出る予定なんですけども、オンデマンドって今回初めてやってみたんですが、まあ、非常に敷居の低い、えー、ものなんですね。で、えー、見てびっくりしたんですが、あのー、三政堂書店。 あの本屋さんの中では三省堂だけこれ買えることになってあとはもうアマゾンとかですね楽天ブックスとかそういうもので買っていただくことになるんですが三省堂のそのオンデマンドの書店というのはですねあのお店でやるとまあその機械の置いてあるお店ってことですけどもあの注文するとそれから印刷して製本してですね で早ければ1時間であの本ができて出てくると、そういうような感じでまあ、在庫を置かなくていいんで、まあ、それものすごいそういう意味でいうと、あのー、売る方にもメリットのあるやり方なんだなということを今、あのー、知りまして、えー、ちょっとびっくりしているところです。えー、ですから、まああの一般の本屋さんで頼んでも、賛成度以外は。あのー 手に入れられないと思うんですけどもまあ、m a z o n とかですねそういうところで買っていただければと思いますで、なお Amazon 使われる方は可能であれば予備役ブルーリボンの会のあのホームページの下のところにバナーが貼ってありますのでそこから注文していただくと若干あの予備役ブルーリボンの会に手数料入りますからそれ使っていただければと思いますで、この表紙このイラストをご覧になった方もおられると思いますがあの予備役ブルーリボンの会の 地出しにも使ってあるイラストでホームページの最初にも出てきます、これは副代表の石原弘明さん、元科学防護隊の隊長ですけれども、この人は今、漫画家やってます、絵が描いたもので、まあ我々の象徴的な絵ですね、そういうことになっています。まああの この小説を書いたのは、えー、まあ要はあの一つはあ自分が今でもまあ全国いろいろ回っているわけですけどそれでもどうしても分からない部分があると分からない部分をこうつなげるために小説という方法を使ってみたということがまあ一つでございます、えー、あとはあのーまあ、このタイトルはその救出ということがまあメインになっているわけですね。えー 元の,あの連載のと北は、えー、北の寒い国から来たスパイだったんですが、今回、本にするにあたっては、あのタイトルは、希望作戦発動、北朝鮮拉致被害者を救出せよということになっています、でえーまあ、その時のシミュレーションのようなものをです、ねえーまあ、小説化したというものです。 でえーまあ、あのいわゆるその作戦が動くときの細かいことはですね私はやっぱり分からないんで、それはあの伊藤助康、うちの副代表の本とか読んでいただければと思うんですが、まあ、もうちょっと大きい枠の話が、まあ、ここに出てくるということです、えーまあ、ぜひあのご覧いいただければ幸いです。 えー、まあ、あのー、明日から今度は501回以降ですけどもまあ、ともかく拉致問題の解決にプラスになるということがあのー、全てですので、えー、そのために今のこのチャンスをですねなんとか逃さないように頑張ってやってまいりたいと思います今後ともご支援よろしくお願いいたします今日もありがとうございました